鈴木敦氏鈴木敦氏8月18日から1933年8月23日は朝鮮総督府官僚東京府出身神田教立中学第一高等中学を経て1899年東京帝国大学法科大学を卒業1902年福山藩士町の製造次女鈴子と結婚大倉書記官を経て 朝鮮総督府でタクシブ市税局長、タクシブ長官、臨時土地調査局長、朝鮮銀行副総裁を歴任した。1925年に退任後は、京都電気株式会社取締役会長を務め、1932年からは、関東軍司令部嘱託、関東軍特務部財政経済顧問となり、満州に駐在。翌年、パラチフスに離管しエミンス。 玉霊園に埋葬さる。葬石の満館旅行の折、鈴木厚下宅に投流した。そのことを、葬石は後に日記でこう触れている。鈴木さんの朝鮮から連れてきた二人の男の子が、後ろから来て自分の頭を撫でていった。おい覚えているかと言ったら、知らないやと答えた。鈴木のお父さんが、午前は夏目さんには初めてだろうと言ったら、鈴子さんがとぼけて、 はじめましてと自分に挨拶をしたから、自分もはじめましてと頭を下げた。夫をけでは、物足らなかったから、いつも、お達者でと付け加えておいた。実際朝鮮では、鈴子さんのうちに2週間も世話になっていたのである。ありがとうございます。